新宿駅ご通行中の皆様、お騒がせしております。日本改革党靴澤と申します。今東京都にはですね、委託事業の会計がずさんである問題、補助金事業の会計がずさんである問題というのが持ち上がっておりまして、ツイッターやっていらっしゃる方は知らない方はいないと思いますけれども、コラボという団体がありまして、どういうわけか若年女性限定支援団体、らしいであります。つまり若い女性しか助けないという差別団体でもあるんですけれども、似たような団体でですね、若草、ボンド、パックスなどもありまして、これにコラボを加えて、疑惑の四天王と呼ばれております。都民のですね、方が都に住民監査請求をいたしました。このコラボの会計がおかしいんじゃないかということでですね、そこで都の監査委員が出した答えが、都は2600万円しか税金を与えていないが、コラボさんは2900万円分の仕事をしてくださっているから東京都の損失はないという結論で1度目は終わったんですけれども、それをもってしてですね、そうかなんだ安心だと、不正はない、ずさんではないというですね、判断をするのは間違っております。例えて言うならこういうことなんですけれども、子供にですね、教科書買ってきなさいって言って1000円渡すと、それで子供は1200円だったけど自分のお金足して買ってきましたよ。親はですね、おおそうか、なるほどな、でも子供は買ってきた教科書を見せないんですよ。教科書の領収書も見せないんですよ。こういうことが東京都の税金で行われております。東京都もそんな風に言い張っております。領収書も現物もないのにかかったとされる経費が多いから不正ではない、こんなこと通りますでしょうか。さすがにですね、東京都もこれはまずいと思ったのか、2月28日までに帳簿の再提出をコラボに命じておりました。領収書揃えて合理的に説明できる、帳簿再提出、できるのかなって私は思いますけれども、というわけで、コラボは2月28日の帳簿再提出が楽しみで仕方がありません。それをもってしてですね、都の職員もどうやら自分たちがずさんな公金支出していたことを突っ込まれるといやらしくてですね、この再提出される予定であるコラボの帳簿、とってもずさんなものになるとは思いますけれども、それで OK、出し直し OK、こんなことをやるんじゃないかと私は危惧しております。